おはよう、新庄くんだよー。今回は、デモンズソウルの世界観について、詳しく考察していくよー。新庄くんがデモンズソウルを一通り、プレイしてみて、考えたことを説明するから、ネタバレもあるよー。ネタバレが嫌な人は、クリアしてから見てね、ね。さて、新庄くんが気になってるのはズバリ。オーラント王の最終目的は、何だったのか、だよー。まあでもそのことに触れる前に、ソウルとは何なのかっていうのを最初に説明するよ。デモンズソウルの世界っていうのは、オーラント王がソウルを求めて古い獣を復活させて、世界の北のあたりが霧に包まれて、デイモンが暴れてソウルを集めて古い獣に捧げてる状態だよ。公式サイトのプロローグには、ソウルとは、人に隠された新たな力であるようだったって書いてあるよ。で、要人が言うには、ソウルとは、生物が思考し、世界を理解するためのエーテルです。故に、これを奪われた生物は思考に飢え、理解を失った世界は脳無に飲まれ、消失していきますっていうことらしいよ。ソウルがなくなった人は物が認識できなくなるみたいだね。あと、ソウルを奪われたら正気を失って、さらにソウルに飢えて他人を襲って、ソウルを奪うようになるよ。ソウルがないと正気を保てないから、塔のラトリアにいる元貴婦人さんなんかは、ソウルと引き換えに物を売ってたりするよ。ソウルって結構簡単に受け渡しができるんだね。ね。心が折れて、ずっと神殿のここに座ってる、この人なんかは、もうソウルを集めるのをやめちゃって、物語を進めていくと、記憶を失って、ただのソウルになっちゃうよ。強いデイモンのソウルからは、強力な武器とか、奇跡とか、魔法が生まれるよ。新庄くんは、デモンズソウルによって、普通の人が認識できない物質を認識可能になって、操れるようになるんじゃないかって勝手に解釈してるよ。デーモンどもを倒し、ボーレタリアの呪いを解いた後、奇跡を使う聖職者は、魔術を使う魔法使いを敵視してるみたいだけど、フレイキ様は、聞こう。僧侶たちと関係しているか。あれらは、私と魔術を足ざまに言うだろうが、気にしないことだ。祈りは愚者の救い、哀れな仕業であるのだからな。知らぬがよいのだ。彼らの神が何者であるかなど。って言ってるんだよね。それに、古い獣を模した、獣のタリスマンを装備したら、奇跡も魔法も両方使えるようになるから、結局、奇跡も魔法もソウルを利用する技術であって、どんな触媒を使って発現させるかどうかなんだと思うよ。聖職者が信仰してる神様は結局古い獣だったっていうオチかもね。結論として、ソウルを扱うっていうのは、目に見えない物質を認識して操作することだと思うよ。もともとボーレタリアはソウルの力を使って繁栄してきたよ。多分、奇跡とか魔法とかに似た技術のことだと思うよ。発火とか使って料理とかしてたのかな。でも、その時代にはデイモンなんていなかっただろうから、使えるソウルの量はほどほどだったんじゃないかな。ボーレタリアは4つのエリアに分かれてるけど、どのエリアも石造りで、かつてはすごく立派だったことがわかるよ。この青色を基調とした紋章旗なんて、すごくかっこいい。ちなみに、この紋章は、古い獣に刺さってる謎の金属みたいなのにそっくりだよ。古い獣を崇拝していた文化が、こんな形で残ってるんだと思うよ。塔の騎士と戦ったこの広場なんだけど、ボーレタリアの三英雄、塔の騎士アルフレッド、貫きの騎士メタス、上級のウーランをモデルにした像があるよ。結構あちこちにあるよ。こことか、双剣のディオールさんとか、バラルファクスさんもそうだけど、ボーレタリアは優秀な騎士がたくさんいる軍事国家だったんだと思うよ。新庄くんは最初、オーラント王の目的は古い獣やデイモンを蘇らせて、ソウルをよその国から吸い上げて、それでソウルを自分で独占して、ボーレタリアを世界一の強国にすることかと思ってたよ。でも、ボーレタリアを強い国にするんだったら、こんなにボーレタリア城を荒廃させるのは、おかしいかなって思うよ。馬車の馬はあちこちで死んでるし、お城もこんなにボロボロ、ソウルがコントロールできなくて、竜のデイモンが暴れてこうなった。
っていう考えもできるかもしれないけど、じゃあオーラントにはどんな目的があったのかを考えるヒントが、最後のボスの、なり損ないのオーラントの言葉だよ。貴様も見てきただろう。もとより世界とは悲劇だ。故に、神谷の獣という毒を残した。ソウルを奪い、すべての悲劇を終わらせるためにな。こう言ってるんだよ。オーラントは悲しいことがあって、世界に絶望して、獣を使って、世界中のソウルを奪い尽くして、滅ぼそうとしたんだと思うよ。さて、オーラント王は何に悲しみを抱いたかっていうのに、迫りたいんだけど、それを考えるために、デモンズソウル世界の歴史を考察してみるよ。ここで要人の言葉を見ていくよ。我々もまた昔、デーモンと戦ったのです。遥か昔、私たちはソウルの技により世界を全ていました。そして飽くなき探求により古い獣を目覚めさせ、それから生じた色のない脳無とデーモンたちにより世界は滅びの危機に瀕しました。私たちはなんとか古い獣をまどろみに導きました。ですがその時には多くのソウルが失われ、世界の大半は脳無に飲まれ消失していました。私たちはわずかに残った世界をつなぎ止めるために6つの要石を精進の長たちに託しました。野心ある。要人さんがバリバリの現役だった時代に、一回古い獣が目覚めて、もうすでに世界の大半は消えちゃってるんだよね。だから、世界のイメージとしてはこんな感じ。この辺が要石の残ってる6つの地域ってイメージかな。祭祀場と巨人のとこと腐れ谷は結構ボーレタリアから遠そうだよね。祭祀場は死んだ人を弔う神聖そうな場所みたいだし。見た感じ島だから海を渡らないといけないのかも。サレダニは多分病気になって差別されてる人がいるところだからすごく遠くにありそうなんだよね。ちなみにくさびの神殿にあるサレダニの要石をよく見るとこんな感じで囚人っぽい人が彫られてるよ。病気の人だけじゃなくて悪いことした人が連れて行かれるところだったのかもしれない。それか、うつる病気にかかってるから縛られて出てこれないのかもね。あと、多分この人は、貧者の王なんだけど、ペスト医師がつけるみたいなマスクしてるね。ね。ペストもそうなんだけど、病気にかかった人って歴史的に差別されることが多いよね。このデモンズソウルの世界って医療がそんなに発展してなさそうだから、原因のわからない病気にかかった人はみんな、神の罰だー。とか言われて腐れ谷に送られちゃったのかな。この貧者の王っていう人は感染症で肌の色が変になっても怖がらずにちゃんとお世話とか教育とかしてくれる、もののけ姫に出てくるエボシ様みたいな人かもしれないね。腐れ谷ってネズミもたくさんいるし、でっかい蚊もいるし、こんなところに入れられたら病気が余計ひどくなりそうだけど、もしかしたら貧者の王がいた時代はもっと病院みたいな場所だったんだけど、古い獣が目覚めてから汚くなっちゃったのかも。あ、話がずれちゃった。で、オーラント王が古い獣を目覚めさせて色のない脳無が包んだのがこの辺りかな。で、南の方に留学に行ってたオーラント王の息子オストラバ、本名アリオナさんは、地元に帰ってきたら、自分のお父さんが、こんなひどいことしててびっくりした、って感じだったんだろうね。で、色のない脳無は拡散してて、このまま広がっちゃうと、世界中が脳無に包まれて、滅んじゃうから、なんとかして、っていうことで、霧の中に入っていったのが、主人公だよ。主人公の役割は、古い獣の手足となって、ソウルを集めている、デーモンを殺し尽くして、古い獣へのソウル供給を止めて、古い獣に再び眠ってもらうことだよ。デモンズソウルを何周もやった、プレイヤーちゃんにとっては、常識だと思うけど、
デーモンを殺し尽くした主人公の選択肢は2つあって、1、国衣のひもり目さんと古い獣に一緒に眠ってもらって、自分が新たな要人となって世界を守る。2、自分が最強のデーモンとなって古い獣にソウルを供給し、世界を滅びに導く。どっちかだよ。結局、主人公がなりそこないのオーラントを倒して古い獣を眠りにつかせても、世界をとどめるために新たな要人にならないといけないよ。主人公はデーモンをたくさん倒して、たくさんソウルを持ってる、すなわち高い認識の力を持ってる、っていう意味だよ。世界は認識してあげないと拡散してなくなっちゃうから、主人公が観測者となって世界をつなぎ止めないといけないよ。それってきっと辛いことだし、この要人が昔したことを繰り返させられてるってことだよね。もしかしたら、オーラント王は、この世界が獣を、起こして眠らせて、起こして眠らせてを繰り返してることが分かって嫌になったのかも。だって、獣が目覚めて眠るっていうのが、どれくらいのスパンなのかは分からないけど、その度に世界が拡散して、どんどん小さくなっちゃうよ。北の巨人の要石だって、もう壊れてるし、要人は、鎖の神殿にいる一人だけだし。そのうち要石が全部壊れて、鎖の神殿を周囲を残して、全部拡散してなくなっちゃうかもしれないよ。だから、この世界を作った神様、聖職者の信仰の対象でなく、世界の創造主がいるのだとしたら、どんどん縮んでいく。世界が嫌になったら、誰でもいつでも世界を終わらせられるように、獣を作っておいてあるのかもしれない。それを憂いたオーラント王は、自分が世界を終わらせたいって思って、古い獣を起こしたのかもしれないなって思ったよ。今回の動画はここまでだよ。新庄くん、デモンズソウルの世界観すごい好きで、ネットでいろんな人の考察読んでみたらすごい楽しかったよ。新庄くん、クロム脳になって、いっぱい深読みしたいから、みんなが、この武器のフレーバーテキストが最高、とか、このキャラのこのセリフが深くていい、っていうのがあればコメント欄で教えてください。最後に、自己紹介して終わります。新庄くんは高知県須崎市のマスコットキャラクターをやってるよ。新庄くんの地元の須崎市は、高知県でも西の方にあるお魚の美味しい町だよ。お魚をさばくために刃物を作る技術もすごく発展した町で、土佐刃物も有名だよ。刃石いっぱい持って行ったら、鋭利な土佐刃物作ってくれるかも。新庄くんはゲームが趣味で、こうやってデモンズソウルの動画をたくさんアップしてるから見てねー。動画が面白かったり、ためになったり、なんで市のマスコットキャラちゃんがゲームしてるの？ってびっくりしたら動画にグッドボタン押してください。チャンネル登録もよろしくね。新庄くんでした。